はい、ABC スタジオの下です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、2024年の5月16日です。昨日の5月15日になんとですね、キヤノンから R システム初のフラグシップ機である EOS R1 の開発発表がありました。イエーイ。これね、ずっと待ってたんですよね。で、今日はですね、その EOS R1 についてお話ししていきたいと思いますので、興味ある方は見ていってください。で、ちょっとお話しする前に、昨日ですね、夜に久しぶりにライブ配信したんですよね。 EOS R1 のことを皆さんとお話ししたかったので、ライブ配信させていただきました。たくさんの方々にね、見ていただいて盛り上げていただきありがとうございました。はい、最初の方ね、ちょっと画像が出なかったりとかグダグダになったりとか、あとアーカイブね、聞き直したら音がね、めちゃくちゃひどくて、ちょっと反省なんですけどね、その点本当に申し訳なかったです。はい、ということでですね、もう期待感満載の EOS R1 について、お話していきたいと思います。はい、こちらキヤノンのオフィシャルのサイトで、EOS R1 の、開発発表がありました。始まりの1っていう風に書いてますね。 EOS R システムの1がついに動き出す。はい、EOS R1 となりました。で、今回キヤノンの方から出てきた情報が少ないんですよね。まあ、開発発表、してますよっていうアナウンスレベルでとどめてるっぽいんですけど、まあ、出てきた情報がこの EOS R1 の外観の正面のカット、ワンカットと、あと、EOS R1 っていう名称ですね、名称と、あとニュースリリースの方で、まあ、なんやかんや主要な情報、まあ、内容ほぼゼロなんですけどね、フラグシップ機の、すごい、カメラになりますよみたいな、感じの、内容にとどまってます。はい、なので情報はちょっと少ないんですが、現時点で分かっていることを中心にお話ししていきたいと思います。はい、で、まずね、注目したいのが EOS R1 っていうね、名称ですね。これはずっと噂が立ってたんですが、ほとんどの方がね、 EOS R1 じゃないかっていうね、噂してたので、これは合ってましたよね。なんか一部の方からは1がね、前に来るんじゃないかと、 EOS 1R になるんじゃないかとかご意見もあったんですけど、正式には EOS R1 になりました。はい、で、あともう一点ですね、名称についてハイフンがないんですよね。これもその以前までのフラグシップ機 EOS 1DX Mark III に関しては、 EOS と、その後に続く、ボディ名称の間にハイフンがついてたんですけど、今回の、R1 は、ハイフンもないと。その R システムで統一してきたんですよね。 R システムは基本的に、EOS と、R の間にハイフンないですし、で、基本的には R で始まります。無印 R、RP、EOS R5、6、7、10、8、50、100、3と R1 と、基本的に R と数字で統一されてます。はい、で、この度フラグシップ機の代名詞である1がついたミラーレス機が発表となりました。名称だけでこんな時間取っちゃいましたけど、正式には EOS R1 となりました。はい、でですね、ニュースリリースの内容もちょっとだけピックアップすると、 EOS R1 は、今までの EOS 1がつくボディと同じように最高クラスの性能と、高耐久性と高信頼性を、兼ね備えていると、はい、プロ向けの、ミラーレスカメラになっているということですね。で、エンジン、映像エンジンに関してはデジック X に加え、新開発の映像エンジンデジックアクセレレーターを採用しましたと。アクセレレーターで合ってるのかな、なんかすごいスピード感ありそうな、映像エンジン名称になってますよね。デュアルエンジンになるのかな、デジック X とアクセレレーターのデュアルハイブリッドエンジンになるんでしょうかね。高速処理をね、可能としてるみたいなんで、 AF とかね、なんか連写とかそういうところも処理できますぜっていうね、高性能な、映像エンジンになっていきそうですよね。で、ここはまあ AF のことが書かれてて、うん、スポーツとかでも、使えますよとかね、そういったことが、書かれてます。はい、だからまあそのニュースリリースの内容を見る限りではほぼ情報が出てきてないんですよね。はい、で、その画像はね、ダウンロードできて、 EOS、R1 ですね。はい、で、外観ですよ、外観、外観がですね、 EOS R3 とそっくりなんですよね。はい、見てください、この、EOS R3 の真正面の、画像と
この、EOS R1 のね、イメージ画像ですね、もう全くもって一緒ですよね。形がねほぼ一緒、なんか間違い探しレベルになるんですが、ほとんど一緒になってます。縦位置グリップ一体型ですし、ファンクションボタンたちですね、前面についてるそれぞれのファンクションボタンたちが縦位置横位置の、ボタン2個ずつついてますし、シャッターボタンの位置も一緒ですし、はい、ダイヤルもね、ちょっと見えてますよね、画像の方でもね、ここにダイヤルがついてて、ここにも、ダイヤルがついてます、はい。で、上の方のボタンも見てみると、なんかね本当レイアウト似てるんですよね。ほとんど外観は R3 と一緒なんじゃないかなっていうのが推測されますよね。で、あとバッテリーの形状も EOS R1 と R3 一緒っぽいので、ひょっとしたら、既存のこの、LPE19、はい、このバッテリーが、R1 でもね、使えるかもしれないですね。これが使えたら、これが併用できたらね、すごい嬉しいんですけど、ひょっとしたら LPE19 の、新型バッテリーが R1 には採用されてるかもしれないんですけど、これ共有できたらいいですよね。 R1 でも使えるし、 R3 でも使えたら嬉しいし、あと今までのその LPE19 も R1 で使えて R3 でも使えたらめっちゃ、個人的にはハッピーなんですけどね、はい。で、違う点を見ていくと、カーバリですね。カーバリに関しては、EOS R3 の方はディンプルなんですよね。ちょっとこうへこんでるような、材質。どこまでアップ取れるかな、ここまでいける、はい、これぐらい、アップにしたら分かりやすいですよね。ちょっとねボツボツとした、質感になってます、はい。に対して EOS R1 の方はこの、革張りがですね、こんなデザインになってるんですよね。自分がこれ初めて見た時の感想は、なんか工事現場でよく使われてるような鉄板のデザインにちょっと似てるのかなっていう風に感じちゃいました、はい。ちょっと Google でね、鉄板工事で検索かけてみたらすぐ出てきました。なんかこんな感じ、はい、こういうなんかこう X みたいになってるデザインに似てるのかなっていう風には感じました、はい。ここは若干違いますよね。 R3 はディンプルデザインになってるのに対して、R1 は、こんな感じの革張りになってます、はい。持ちやすさはね間違いなくいいとは思いますけどね。で、ちなみに EOS R3 のねグリップめちゃくちゃ持ちやすいので、似たような形状になってるので、ここもね評価高いです、個人的にはね、はい。で、あと違う点で言えばですね、ここ、ロゴの上にあるランプですね、レックランプですかね、なんか動画を撮影してますよっていうのを知らせる用のランプがここに、乗っかってるのかな、ね、正面から、撮影してるのかどうかっていうのが視認できるような、ランプが、ここについたのかもしれないですね、はい。で、あとパッと見た感じですね、このペンタプリズム部分、まあペンタプリズムは入ってないですけど、このロゴの部分の高さに関しては EOS R1 の方がここ高さねあるんじゃないかなっていうのが推測できるんですけど、どうなんでしょうかね。ここら辺のパーツの形状は若干、違うかもしれないですね。で、あとまあ Twitter とか昨日のライブ配信でも話したんですけど、もし買ったとしたらこのリアリーライトスタッフのですね、L 字ブラケット、これ EOS R3 用の、なんですけど、これが併用できたら嬉しいなっていうふうに考えてます、はい。これ、この R3 のボディに、こうしちゃってね装着して、使う用の、ギアなんですけど、これが、まあ、EOS R1 でもね使えたら、めちゃくちゃ嬉しいです、はい。だからここら辺の形状が変わってなかったら、
まあ、あわよくば使えるかなっていう期待は、しております。はい、そんな感じですかね。まだ正面の画像しかローンチされてないので、背面がどうなってるのかとか気になりますよね。おそらく今後ね、小出しにしていくんじゃないかと。まあなんかね、EOS R5 の開発発表があった時に、情報をちょっとずつ小出ししていったので、この EOS R1 も、ひょっとしたらちょっとずつね、小出しで画像とかが今後出てくるかもしれないですよね。はい、だから出てる情報ってもうそれぐらいなんですよね。この正面の画像と、あとニュースリリースの文面のみにとどまっているので、まあほとんどまだまだ情報が開示されてないっていう状況ですね。まあ正式に開発発表してますよっていうのと、ボディの名前と、あと2024年中の発売を目指しますっていうふうには書かれてますね。はい、だからまあそれぐらいの情報しかまだないので、まだまだね、いろいろ推測の域でしかお話はできないんですけど、昨日のライブ配信中にいろいろね、視聴者さんに聞いてみたんですよね。例えば、画素数ですね。画素数どれぐらいになると思いますかっていう質問を投げかけてみたところ、大体がですね、3000万画素から4500万画素ぐらいになるんちゃうかっていう意見がほとんどでした。まあ EOS R3 は2400万画素なんで、これよりは画素数増やしてくるとは、自分自身も思ってます。で、自分の理想としては、3000万画素だったらすごい、ベストなんですよね。大は小兼ねなくって、今現状は EOS R5 も4500万画素で R3 のほぼ倍の、画素数になってるんですよね。はい、ってなると、自分の用途としては画素数が大きすぎてちょっとハンドリングしづらい。はい、ハードディスクをね、すぐに圧迫してしまうので、できれば3000万画素ぐらいあればほとんどですね、こと足るんですよね。なので、まあ、自分としては3000万画素が理想で、もしくは例えば4500万画素だったとしても、なんかサイズが選べたら嬉しいんですよね。4500万画素と、まあ、せめて3000万画素の、サイズ、この2種類のサイズでローのサイズを選べればねベストなんですが、今現状の、キャノンのカメラってローのサイズ選べないんですよね。フルローか圧縮がかけられた C ローっていうね、この2種類のロー形式しか選べないんですよね。なので、まあ、例えば EOS R1 が4500万画素になるだとしても、3000万画素と選べるようにはしてほしいんですけどね。で、あと価格についてもね、昨日のライブ配信で、皆さんに予想してもらったんですけど、まあ、情報がね全然出てない中、何本ぐらいになるかとかね、分かりづらいとは思うんですけど、まあ、でも聞いてみたところ、だいたい80万から100万ぐらいかな、100万オーバーっていう意見はあったのかな、なんかそれぐらいのレンジになってたので、ね、キャノンのことなんで、フラッグシップ機ニコンとソニーと比べてもプライシングが高めな傾向があるんで、100万付近になる可能性はありますよね。そうそう、あと採用メディアについてもお話しさせてもらったんですけど、 EOS R3 はCF エクスプレスカードと SD カードの、ダブルスロットなんですよね。はい、今現行機のデジタル一眼レフ機のフラッグシップ機である 1DXM3 は、CF エクスプレスカードのダブルスロットなんですよね。はい、なので、まあおそらくこの EOS R1 もフラッグシップ機なので、CF エクスプレスカードの、2枚差しダブルスロット機になってくるんじゃないかなと、個人的には予想してます。まあだからですね、まだまだね情報開示されてないので、今後の情報のローンチがね、楽しみですよね。皆さんもこの R1、こんなスペックだったらいいなとかね、こんな機能ついてたら買うかなとか、この価格だったら欲しいなとか、そういったねご意見等、あれば、ぜひねコメント欄の方に書いてみてください。で、自分自身としては、8割ぐらい買う予定です。よっぽどのことがない限りは買う気持ちでいてます。この EOS R3 すごい優秀なカメラなので、仕事ではねほぼ困ってないです。ほぼ困ってないんですけど、まあ、自分自身としてはもう中年、おっさんカメラマンなので、まあ、そろそろそのキャリアのね、エンディングが近づいてきてます。はい、で、そんな中ですね、やっぱフラッグシップ機最後になるか分かんないですけど、やっぱりフラッグシップ機を使って仕事したいなっていう風に考えているので、多少高くてもね頑張ってね R1 は
買おうかなっていうふうには考えてます。そうなんですよね、昨日スパチャもいただいちゃったのでもうね、ほぼ引けないですよね。はい、よっぽどのことがない限りは現状は、買う予定ではあります。はい、であと昨日視聴者さんの方から EOS R1 と R3 の比較動画もね、上げてほしいっていうねリクエストもあったので、そこもね動画作りたいっていうふうに考えてるので、 R1 ねがっつり使わないとやっぱきちんとした比較ができないと思うので、そういった意味でも R1 はね買おうというふうには考えてます。はい、あそうそう、あと発売時期に関してですよね、まあさっきも、お伝えしましたが2024年中の発売を目指しますと、書かれてるので、皆さんいつ頃発売されると思います？なんかライブ配信でも、発売時期に関していつ頃になると思いますっていう質問を投げかけてみたところ、皆さんねやっぱりこの2024年の暮れぐらい、秋から冬ぐらいになるんじゃないかっていう意見がねほとんどでした。今年ねパリ五輪があるので、それに間に合うように出してくる可能性もゼロではないと思うんですけど、まあちょっと間に合わないんちゃうかなっていうふうに自分は考えてます。おそらくそのパリ五輪でデモ機を複数人の方々に使ってもらってフィードバックをもらって、で正式に秋口冬あたりに発売してくるんじゃないかなと自分もねそんな感じで予想してますね。いつ頃発売されるのかも、楽しみですよね。おそらくこの春と、夏をかけてちょっとずつ情報を小出しに出してきて、秋もしくは冬にバーンとね正式にリリースしてくるんじゃないかなと予想してます。はい、というわけでですね、まあ中身ほとんど空っぽの動画にはなってしまいましたが、R1 ね買う買わない、どちらにしろねキャノンのフルサイズミラーレス機の初の、フラッグシップ機になるので本当に楽しみですよね。はい、というわけで今後もね EOS R1 の情報は、逐一追っかけていきたいと思います。であともう一つですね、 EOS R5 Mark IIのことです。一昨日の時点ではおそらく EOS R5 Mark II の開発発表があるんじゃないかっていうね情報が流れてたんですが、蓋を開けてみたら、EOS R1 だったんですよね。だから R5 Mark II の情報も楽しみですよね。ひょっとしたら来週あたりなんか続けざまに R5 Mark II の開発発表ですみたいな情報がサプライズでねまた流れてくるかもしれないですよね。そっちもね楽しみですよね。はい、というわけで今回は以上になります。それではさようなら。 R1 が楽しみだ。